春夏春冬って何なんだろうな。まあ、皆さん春夏春冬ってあるじゃないですか。春夏秋冬ってね、まあ、あると思うんですけど、まあちょっとね、まあ、IQ がね低い皆さんは今初めて知ったことかと思うんですけども、まあ、例えばこう春だったらさ、こうお花見シーズンってあるじゃないですか。まあ、こう桜を見にね、桜を見る会、間違えました、まあ、桜をね見にみんなお花見をしに行くわけじゃないですか。で春はさ、そうやってみんな桜を見てる中で僕は相変わらず COD をやっていると。でまあ夏はさ、こうお祭りとか花火とかさ、まあそういうねイベントってたくさんあるじゃないですか。すごい青春っぽいイベントがたくさんあるわけで、僕はその中で COD をまたやっていると。で次は秋ですよ。まあ秋といえばね、読書の秋、まあ読書の秋とか食欲の秋とか性欲の秋とか、まあいっぱい言われてますけど、まあ読書の秋とかほざいてるやつほど読書してないんで。まあただね、まあ読書の秋とかって言われてる中で僕はまた COD をやってると。で問題は冬ですよ。冬といえばクリスマス、クリスマスの日になったらね、もう街中を歩けばカップルがセックスしながら歩いてますよ。日本国に生まれれば全員人権っていうのは平等に所持してるはずなんですけども、まあ、クリスマスの日だけはまあ童貞にだけまあ人権が剥奪されるっていうね、まあ、政府も認めてるぐらいの差別イベントがこう行われるわけじゃないですか。で冬はね、こうみんながセックスしてる中で、まあ僕はまた COD をやっていると。死んでいい？そのウキウキ差別イベントがさ、あと1ヶ月ぐらいもすればさ始まるっていうのを考えると、まあ、かなり死にたくなるわけですよ。まあ、つまり何が言いたいかっていうと、春夏春冬とニートってやっぱ相反するものだと思うんですよね。でそこで、まあ、どうしても僕一つ許せないことがあって、これだけはどうしても許せないと。マジお前とお前の家族全員トラックで顔面引き潰してやろうかって思ってるよね。本当に許せないことがあって、言葉を持って、それが季節特有のアップデート。これどういうことかっていうと、まあ、例えばさ、お正月だったらさ、お正月イベントとか、もうまさに今だったらこうハロウィンイベントとかってさ、こう季節特有のアップデートが入るわけじゃないですか。まあもちろんね、まあハロウィン、まあまあまあいいよ、ハロウィンだったらまあいいよ、お正月まあまだギリ許すよ。でもな、クリスマスアップデート、お前だけは許せねえんだよ、マジで。クリスマスアップデートほどムカつくものはないと思ってて、でそもそもさ、クリスマスの日にねゲームをやっている時点で絶対に陰キャなのよ、そいつは。絶対に人権を所持してない陰キャなわけね。でまあみんなもわかると思うけどさ、クリスマスの日外歩けばやっぱカップルもね、まあ性行為しながら外をね徘徊してるわけじゃないですか。言葉を持って欲しい、僕たちはそれを見ながらも、なんとかね、もうなんとかもう最後の力を振り絞ってね、もうメンタルといい、体といい、もうすべてもうズタボロにされた状態で、最後の力を振り絞ってゲームを起動するわけじゃないですか。クリスマスというものを忘れたいから。で、最後の力を振り絞ってゲームを開いた結果、クリスマスアップデート、バーン！言葉を持って欲しい、ぶっかますぞ！マジでゲームにさ、クリスマスイベントを導入しようって考えたやつ全員飯塚構造に惹かれてもらっていいですか。マジでもう飯塚構造に惹かれて、飯塚構造と一緒に5年間禁錮されてください、マジで。言葉を持って欲しい、そもそもさ、そのゲームのさ、こう開発者も絶対気づくわけじゃん。もうクリスマスの日にね、こんなゲームを起動してるやつなんかも全員終わってんなと分かってて、なおクリスマスイベントをさアップデートとして導入するわけじゃん。ぶっ殺すよマジで。どうせさ、COD もクリスマスアップデートとかつってさ、なんかウキウキでさ、童貞をさ、こう差別するイベントが始まるわけじゃないですか。もうやだよー、なんて童貞差別すんだー。お前こんなゲーム開発してる時点でお前も童貞だろうがよ。言葉を持って欲しい、てかさ、今唐突にさ、ふとさ思ったんだけどさ、これ全然話変わるんですけど、皆さんね、巨乳と貧乳、どっちが好きですか？ちょ、ごめん、全然関係ないんだけど、これどっちが好きですか？まあ、僕はどちらかというと、巨乳の方が好きなんですけど、でもさ、巨乳派とさ、こう貧乳派でね、まあやっぱ世界って争っているわけで、まあやっぱそれが原因でさ、こう第二次世界大戦、なんでさ、貧乳派と巨乳派っていうその二大巨根、二大巨頭が存在するのにもかかわらず、なんで単小方形派と巨根派、言葉を持って欲しい、間違え、皆さん無理ですね、これ。何が、何も無理じゃない。こっからだろうがよ。